肩甲骨周りの筋肉をほぐしていくエクササイズです。肩甲骨を寄せにくい人でも簡単にできます。長座の姿勢で指先をやや外に開いた状態で手を腰の後ろについていきます。腰に負担がかかりやすいので膝を曲げて行っていきましょう。少し手に重心をかけて肩甲骨を寄せます。やや後方に寄りかかるだけで肩甲骨を自然と寄せることができます。余裕がある人は片方ずつ肘を内に寄せる動作をリズミカルに交互に行っていきましょう。ポイントは肩甲骨が動いていることです。ただし肩や肘に痛みを感じる方は無理をしないようにしてください。さらに左右の肩甲骨を寄せたまま頭を後ろにだらーんと垂らすと首肩のこりに対してマッサージ効果も期待できます。一連の動作を3回から5回程度気持ちいい範囲で行っていきましょう。